アクション。あ、皆さんこんにちは。ついにこの日がやってきました。11月10日宮前平市民館です。さあ、これからみんなの楽屋の準備の状況を取りに行きますね。じゃあ行きましょう。行きましょう。皆さん、こんにちは。はい、ナイスでございます。大楽屋はヨガですね。どうも失礼します。カメラマンの松崎です。すいません。本当スプーンじゃダメ。あ、そうですね、土足系。そうですね、あ、すいませんでした。今ちょっとおいたくしちゃいました。あ、ヨガの、はい、幼い先生です。幼いですね。はい、よろしくお願いします。では、今とあのまた撮影に参ります。 ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次行きましょう。で、ベビーマッサージですね。では第一楽屋のベビーマッサージの部屋になります。あ、じゃあ覗いてみましょう。覗いてみましょう。覗いてみましょう。こんにちは。あ、お、失礼します。今ちょっと留守ですね。なんかそうですね。またじゃあもう一回行きましょう。お邪魔しました。じゃあホワイエの方に行ってみましょうか。プロンさん、プロンさん。あ、ヨガのお客様が来たの。あ、こんにちは。よろしくお願いします。じゃあホワイエの方の説明に参りましょう。階段気をつけて、気をつけて。わあ、ああ、はい。では、ホワイエに参りました。ホワイエに行ってしまった。では、こちら、キャンドルは、はい、和田先生です。でございます。準備の準備を、はい、準備しております、はい、ますね。これ撮ってください。今日朝ってか今さっきまで撮ってる。ああ、おしゃれですね。もうクリスマスの時期を感じます ね。おお、なるほど。素敵。ありがとうございます。さっきちょっとあのベビーマッサージの方行ったらちょっと思い出した。すいません、ちょっとね、あの見せたいなと思って。こんにちは。こんにちは。あー、さっきとか抱かれちゃいました。すいません、自分が原因になっていることが。こんにちは。お花触ってもいいですか。あ、お花どうぞ。怖くないよ。怖くないよ。わあ。わあ。イエー。泣かれちゃいました。失礼しました。イエーイ。イエーイ。あ、いいね。反応あった。じゃあ目がちょっと。怖くない。どうもないな。今日一緒に楽しいことよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。じゃあ次の、はい、参りたいと思います。じゃあタロス、こんにちは。タロスです。お、すごい。そんなにあの上手じゃないんで。いえいえ。今日の一日の運勢が分かるとかそういう。何でも質問していただければ。あ、はい、あの恋模様とか。あ、そうです、はい、恋愛とか得意だと思いました。はい、あ、どうやったら儲けるかとか。あ、はい、金運も見られます。はい、あ、いいですね。もう万年金なしなんで、ぜひお願いしたいと思います。また後ほど、はい、ありがとうございます。じゃあ
や、あー、なんか素晴らしい。どうも。お願いします。なんやねん。いやいや、よく言われちゃうんですよ、なんやねんって。そう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 、わざわざ電車の中なんか白い目をされながら、はい、こういうなんか色々持ってくれて、あ、じゃあちょっとツーショット、あの。あ、いいですか、いいですか。え、ダメダメ、ダメ。あ、こっち。ちょっと軽く紹介してもらっていいですか。そうですね、そうですね。え、まあ、軽く、うん、市販のね、缶スプレー描くアートで、スプレーアートって言うんですよ。いや、大きいですね。こちらのサイトで大体、夏場は乾燥が入ると30分ぐらいかな。あ、やっぱあの涼しくなってくるとまた時間が乾燥時間がかかるから、あ、ただ乾く前にやる技法と、はい、乾いた後にやる技法があるから、はい、夏と冬とでちょっと作風が変わってくる。ああ、面白いですね。それそれで、すいません、ちょっとそっち行ってもらって。あ、はい。私あの今日あのアシスタントで来てもらいました。 あ、やべ、運が目になった。自分は取っちゃう。自分は取らない。